山焼き討ちにより京周辺の敵対勢力の動きを抑えたのもつかの間、甲斐の武田信玄が清新を開始する。三河に侵入した信玄は三方ヶ原で徳川軍を撃破。しかしにわかに清新を中止し甲斐へと引き上げた。武田軍撤退の理由は不明だったが、危機を回避した信長は引き続き濃姫仇討ちの成就に向けて動き出す。姉川の戦いで濃姫狙撃の実行犯が雑賀衆の棟梁雑賀孫一であることを光喜が確認していた。以来信長は孫一を雇った黒幕の正体を探っていたが、光秀と桃地三太夫がついにその真相を突き止める。牧島城の戦い。信長殿、金ヶ崎で雑賀孫一を動かした者の正体、桃地殿の力添えでようやく明らかになった。そうか、三太夫、聞かせてもらおう。織田殿も察しはついていなさるだろうが、三つ星の使いが何度か雑賀衆に出入りしていた。雑賀衆だけじゃねえ、越前、越後、比叡山、果ては甲州の武田にまで何やら書き送っていたようで。三つ星殿の動きは義明の意を汲んだものだろう。そのようだ。分かった、すぐに支度にかかろう。みは信玄はどうした？すでに申し上げたかと思いますが。ならばいい。すでに牢城の備えをさせております。援軍の手も打ってありますゆえ。この窮地に堂々となどできるか。始末いたそう。信じているぞ、利光。義明はわずかな手勢で守りを固め、牧島城にこもっているようだ。俺に任せろ。承知した。実は枝葉の砦を落として牧島城を包囲する。全軍進め。南北より兵を進め、一気に城を落とせ。このままでは三つ淵が呼んだ助っ人はまだ来ぬのか。任されよ。承知した。背後から九州戦と気を伺っていたが、こうなっては仕方あるまい。多数の弓兵が待ち受けているようでは、先行して潰しておきたいところだ。行く手を阻むものはない。俺に待つ。承知した。参るか、身の程知らずめ。刹那で終わる。俺の力の礎となれ。耐えきれん。刹那で聞かせてもらう。相変わらず腕が立つな。承知した。光秀、刀らしにもならぬ。叶う。
相手ではなかったか。甘いわ。この程度戦火とは呼べぬゆえ、隙を見せたか。肩慣らしにもならぬ開門。そりゃ討ち死に。俺に任せ。承知した。てい、俺はまだ強くなれる。ごめん。敵将、始末いたした。引かせていただこう。おう、やるではないか。この程度戦火とは呼べぬゆえ、開門。俺に任せろ。承知した、承知した。こっから牧島城を目指すぞ。開門。これより兵を分ける。半数は牧島城を包囲、残りは城内へ打ち入り、三つ淵を撃て。ダメだ、私は死ぬのだ。遅い、まだ火星は到着せぬのか。残りの兵を出し城門を固めておけ。門弟を切り城門をこじ開けよ。討ち死に。まだ強くなれる。手綱で終わる。俺はまだ強くなれる。義明に知恵をつけたのは三つ淵であろう。奴の首を取らねば義長の仇討ちはならん。将軍家逆賊。任されよ。この三つ淵が必ずや成敗してくれるわ。肩慣らしにもならぬ。これはなんだか。見上げたものだな。俺に任。承知した、承知した、承知した。この程度戦火とは呼べぬゆえ、行くせる。の全てで俺はまだ強くなれる。受けてみろ。この三つ淵が逆賊どもの縄目にかかろうとは。もはや義明に逃れる術はない。絶望とと己の愚行を食いるがいい。無礼者、入ってくるでない。どう見ても勝敗は決してるってのに、
いつもダダをこねるんだが。仕込みに手こずっちまったが、織田勢の包囲はなったぜ。承知して蜂の巣にしてやれ。また最下衆、どうも手触りな連中よ。棟梁の孫一を撃て。漏らしてはならん。孫一め、姿が見えねえぞ。どっかの砦に隠れてやがんのかな。任されよ。承知した、承知した。俺を探してたのか。仕方ねえな、相手をしてやる。手つきを見せたら。孫一、ここは孫六の持ち場だ。文句あるか。義明を勝たせなきゃこっちは大損だ。悪いが手加減はしないぜ。承知した。捕まりゃしねえぜ。あばよ。こんだけやりゃ十分か。あとでまた会おうぜ。俺の全てで。これくらいにしといてやるか。俺も忙しいんでね。見せてやる。まだまともにぶつかる気はねえよ。承知した。本気を出すのは義明が打って出てからだ。刹那で終わる。この調子で打ってたらすぐ弾が尽きるな。追加の弾を急いで砦に届けてくれ。敵の二打兵が砦に何やら運ぼうとしている。砦に入る前に切り捨てろ。任され。承知した。二打兵は他にもいる。余さず潰せ。俺に任せろ。承知した。急げ。急ぎ二打兵を撃て。急げ。任されよ。承知した、承知した。やられちまったか。これじゃ満足に打てねえな。あ、もう最下衆のやつら逃げたり出てきたり落ち着かねえな。あれが最下衆の戦い方というおりゃ。ならばこちらも攻め方を変えねばならんぞ。もう惑わされはせん。俺に砦の詰め所を落とし、最下衆の出入りを封じてしまえ。行くぜ。承知した。目の全てで。その承知した。調子で詰め所を落とせ。義明の兵はまだ出てこねえのか。今なら強撃できるってのに。遅えな。
勢力。戦火とは呼べぬゆえ、出入りを封じられちまったか。俺に任せ。承知した。もうまともにやり合うしかねえ。これでようやく追い詰められる。全てで速やかに孫一を討ち取れ。押すでは最下衆も頼りにならん。打って出てはならんぞ。守りを固めるのだ。義昭は出てくる気配もない。ならば火で炙り出すしかあるまい。そろそろ桃地の兄貴も到着するはずです。兄貴に燃やしてもらいましょう。出るなら今だな。行くぜ。刃を受けろ。敗北条件変更。おい、敵の忍びが城に向かってるぜ。何か仕掛けられる前に始末しちまおう。吉明の野郎、臆病風に吹かれやがったが、少しでも期待した俺がバカだったのだ。最下衆に気をつけた。連中が近づく前に始末してくれ。急げ。急げ。任されよ。よし、邪魔な敵は片付いたみてえだ。俺は先を急がせてもらうぞ。隙を見せた。よし、火付けの準備にかかるぞ。この程度戦火とは呼べぬゆえ、うがち抜く。雇い主への筋は通した。ここまでにしとくよ。いい頃合いだ。城に火を放て。もう城にはとどまれぬ。私は逃げるぞ。城門が開いたな。義昭を討ち取れ。無礼者、近寄るな。私はこんなところで死にとうはない。どこまでも浅ましい男よ。奴を捕らえろ。逃がしてはならん。将軍様、ここで家臣を見捨てて逃げ出すってのはちょっと格好悪すぎるんじゃねえのか。そなたは最下孫一。近寄るな。
何の真似だ。信長殿、西鎌五一が義明の身柄を我らの陣に突き出し、そのまま姿を消したそうだ。孫一が奴なりのけじめ。義明、お前の小細工のせいで。待て、これからは万事信長殿の意に従う。将軍家の名をいかようにも使って構わぬゆえ。黙れ。お待ちあれ。全てはこの三淵が仕組んだこと。信長殿、将軍を殺めれば我らが目指す先は天下一新。そうも義明など切る価値もない。無論。これで機長の仇討ちはしまい。ああ、仇討ち。そうだ。ならば俺も次の戦で